力を増幅させて、これでは防いでも国がそもそも防ぐことができるのか。王子、平等と平和のための私たちの魔道具を。そうか、僕らが作った魔道具で魔力を吸収する。やった、やはり全ての魔力を吸い込むのは不可能。止まった、負の魔力が薄まって。ルビエル、ルミエル、もうすぐ私はテティアと結婚し、君とも兄弟になる。それをよく思わない人間もいるだろう。そうだね。でも君となら平和で平等に暮らせる世界が作れる。そう思うんだ。私もだ。きっと僕らが出会えたのは運命なんだ。今だ。早く。人。私たちの信じた未来の君は希望だ。僕が君を止める。あの怪物を倒した王子様が私たちの王国を救ってくださった救世主だ。